ルパンザサード次元、大介の墓標は、モンキーパンチ原作のアニメ、ルパン三世の劇場版、第7作。キャッチコピーは、あわよ、次元。PG12 指定。ルパン三世スピンオフシリーズの劇場用作品、ルパンザサードの第1作目。ルパン三世の劇場用アニメでは初めて、PG12 のレーティングが適用された。ルパン三世の映画が制作されるのは、 単独では1996年公開のルパン三世デッド・オアール・アライブ以来18年ぶりで2013年公開の名探偵コナンとコラボしたルパン三世 VS 名探偵コナンザ・ムービーから約半年後の公開作品となった。ただし、上映関数はルパン三世、風魔一族の陰謀以下の少数に限定され、同じ形式でミネ・フジコの嘘まで続くことになる。 上映は2014年6月21日から6月27日までの1週間、新宿バルト9の単独で開始され、同年7月以降全国主要都市の映画館で限定公開された。映画は60分枠の作品だが、30分2の全公編形式で構成されており、レンタル DVD や配信動画では2部で販売、または配信が行われている。 以降の作品もこのフォーマットを踏襲している。東西に分断されている西ドロアと東ドロアは、7日前に西ドロアで発生した東ドロアの歌姫クイーマルタ暗殺事件の影響で一触即発の状態になっていた。そんな中、コンビを組んだルパンと次元は、東ドロアからマランダ共和国に上途された秘宝リトルコメットを盗むため、東ドロアにある、 アランダ共和国大使館に潜入する。守備よく、リトルコメットを盗んだルパンだったが、直後に東ドロア警察が大使館に駆けつけ、ルパンと次元は街中に逃げ込む。しかし、そこで次元が狙撃され、続けて、ルパンも撃たれてしまう。アジトに逃げ込んだルパンと次元は、敵出した弾丸が、クイーンマルタ暗殺に使用された弾丸と同じものだと、気づき、次元は、 郊外の墓地に向かう。そこには次元の墓が用意されており、次元は狙撃手の正体がターゲットの墓を事前に用意するヤエル・オ崎ザキという殺し屋だと知る。次元は自分がボディーガードをしていたクイーン・マルタの復讐を決意し、ヤエル・オ崎ザキのアジトに向かう。協力を拒まれたルパンは独自にヤエル・オ崎ザキのアジトを突き止め、アジトに到着していた次元と共に乗り込む。 しかし、そこに、ヤエル・奥崎の姿はなく、部屋のモニターには、藤子の姿が映っていた。藤子は、機密書類、カラミティファイルを狙って潜入した、クラブロンドのオーナーに捕まっていた。助けに行こうとするルパンの前に、ヤエル・奥崎が現れ、次元は一騎打ちを挑むが破れてしまう。ルパンは次元を連れて不当に逃げ込むが、次元は、ヤエル・奥崎に狙撃されてしまう。 オーナーに捕まった藤子は、クラブロンドで見せ物にされるが、そこに現れたルパンに助け出され脱出する。ルパンは藤子が盗み出した、カラミティファイルを見ると、そこには、クイーン・マルタや次元など、東ドロア政府が、ヤエル・オクザキに命令した、暗殺対象者のリストが書かれていた。ルパンが藤子を連れて墓地に向かうと、そこには新たに、ルパンと藤子の墓が用意されていた。翌朝、 海沿いのカフェに姿を現したルパンを遠方の塔から狙撃するヤエル・オクザキだったが、銃弾は外れ、ヤエル・オクザキは背後から狙撃される。ヤエル・オクザキを狙撃したのは射殺されたと偽装していた次元であり、ルパンはマイクを通してヤエル・オクザキの狙撃トリックを暴く。次元は決着をつけるためヤエル・オクザキの前に現れ、二人の決着を見届けるために、ルパンも 党へと向かう一騎打ちでやえる奥崎を破った次元はクイーンマルタ暗殺に関するカラミティファイルの内容をマスコミにリークしルパンと共に東ドロアを後にするそして薄灰色の肌にカールを巻いた頭髪の小柄な老人氏が世界各国が東ドロアへの軍事介入を決める内容のニュースを聞きながらそれを監視カメラの映像で見届けて 禁断の果実を口にしたなという言葉を口にする。それからしばらく経った雨の日、八重ル奥崎が暗殺予告側でに用意していたルーパンと次元、そして藤子の墓標が銭形警部に発見され、それを見た銭形が忙しくなりそうだとつぶやくシーンで物語は幕を下ろす。企画段階でのタイトルは単元の狙撃手だったが、次元大介をタイトルに据えた方が良いという意見を、 採用し、現在のタイトルに変更された。監督には、前作で、キャラクターデザイン、作画監督を担当した、小池健が起用された。プロデューサーの清園優は、小池を監督に起用した理由として、小池健のルパンを作るためと語っており、スタッフには前作にも参加した田村聖貴や森山、広志茂木高弘などを起用し、 今後のシリーズ化を視野に入れた小池県のルパン製作チームを作ることを意図している。本作の時代設定は前作と同じく1960年代後半から1970年代前半となっており、ルパンシリーズの時系列上ではルパン三世の前半とされている。当初は石川五右衛門も登場する予定だったが、最終的に登場シーンはカットされている。 物語は次元大輔にしておき、ルパン三世と相棒になるまでを描いており、原作漫画の劇画調を意識したハードボイルドな作風になっている。一方で、キャラクターデザインは従来のものとは異なり、ルパンは青のジャケットに黒のシャツと明るい赤のネクタイ、次元は緑のスーツに暗めの赤のシャツに黄色のネクタイというカラーリングになっている。これについて、 小池は、今見てもおしゃれな感じを出したかったと語っている。そのため、前半の最後には必ず、続くと書かれた一枚テロップのカットが入る。ルパンザサードジ元ン、大輔の母表設定資料集、トムスエンタテインメント、2014年、45ページ。ルパンザサードジ元ン、大輔の母表設定資料集、トムスエンタテインメント、2014年、32ページ。 ブルーレイ &DVD オーディオコメンタリー次元大輔の墓標劇場公開決定監督は小池健映画 .com 2014年6月19日閲覧ルパンザサード次元大輔の墓標の特報映像が公開にピア映画生活2014年6月19日閲覧ルパンザサード次元大輔の墓標設定資料集トムスエンタテインメント 2014年2ページ。ルパンザサード次元、大輔の母標設定資料集、トムスエンタテインメント2014年16ページ。ルパンザサード次元、大輔の母標設定資料集、トムスエンタテインメント2014年8ページ。若きルパン次元を描いた次元、大輔の母標を目指したのはギラギラ感。ピア映画生活。 2014年6月19日閲覧。ルパンザサード次元。大輔の墓標。小池健監督が明かす。こだわり。映画 .com。2014年6月22日閲覧。ありがとうございます。